阪神タイガースのライトにハマる選手は誰？開幕から DeNA に対して3連勝と幸先の良いスタートを切ったタイガース。その3戦では打線の好調さを伺うことができました。中でも注目されていたのがドラフト1位で入団した森下翔太です。オープン戦では新人にして驚異的な活躍を見せ、開幕ライトでのスタメンを勝ち取りました。その好調さは開幕しても続き、開幕2戦目から3試合連続で打点を挙げ、シーズンを通しての活躍が期待されました。しかしこの好調さは長くは続かず、開幕6戦目のヤクルト戦あたりから打撃が振るわなくなってきてしまいました。20打席連続ヒットなしで打率は1割6分1厘まで落ち、4月17日に2軍降格を命じられました。岡田監督は森下に対して見送ってばかりでバットが出てこない、見送り三振では何も起きないと苦言を呈しています。4月23日時点、1軍のライトのポジションは森下が抜けてから流動的になっており、井上康太、島田海里、板山雄太郎たちが守ることが多いです。過激なポジション争いの中、2軍で結果を残し大きなアピールをしている選手がいます。それは高卒1年目のルーキー、伊坪日向瀬です。今後の期待高まる高卒1年目伊坪日向瀬、18歳、2022年ドラフト3位、関東第一高校出身、177センチ、86キロ、右投げ右打ち、外野手。驚異のミート力を持ち、高校通算32本塁打、50メートル6秒0。高校時代は投手も兼ねていた時期があり、最速144キロを記録。強い肩を持っています。2019年の U15 アジアチャレンジマッチ日本代表にも選ばれています。3年の春には東京都大会で優勝し、関東大会でも準優勝しています。しかしながら高校3年間で甲子園出場はありません。走攻守に優れていて、近本の後継者として指名されました。阪神の平塚担当スカウトは、走攻守の三拍子が揃っており、広い甲子園にはマッチしている選手、将来は外野の一角を担ってほしいと述べています。指名を受けた伊坪は、広角に打てる打撃や足を使った守備走塁を見てほしい、トリプルスリーを目指したいと意気込みました。驚くべきは三振の少なさです。高校3年間の公式戦で記録した三振はわずか1つ。恐るべきコンタクト能力を持っています。打撃フォームは楽天の浅村秀人や巨人の中島博之に似ており、トップが深いフォームです。普通トップが深いと三振が増えてしまうのですが、そうではないのが伊坪のすごいところです。2軍春季教育リーグで伊坪を見た和田2軍監督は、打席で良い雰囲気を持っている、ヒットにはならなくても凡打の内容もすごくいい、高卒1年目でプロの投手にしっかり対応できていて積極性もあると伊坪の打撃センスを高く評価しています。特に評価しているのがタイミングを合わせる能力です。初めて対決する投手が多い中で初球から対応していく、非凡な才能があり、見ていて期待が持てる打席が何打席もあると述べています。イチロー2世、イツボの2軍成績がやばい。そんなイツボですが、現在2軍のウェスタンリーグで大きな活躍を見せています。4月14日時点まで打率4割をキープし、現在落ちてしまいましたが、それでも19試合出場時点で60打数20安打、打率3割3分3厘、本塁打2、打点7、OPS9 割5分1厘と、高卒1年目としては素晴らしい成績を残しています。そして気になる三振数ですが、60打数13三振で、三振率は2割1分6厘。三振率は2割前後で低いとされているので、高校時代から続く三振率の低さは健在です。また長打の多さも目を見張るものがあります。60打数で2本の本塁打、2塁打8本で、長打率は5割6分7厘、
特に二塁打の多さが目立ちます。イツボは4月9日のオリックス戦では初のサヨナラ打も打つなどをきっかけに現在大きな注目を集めています。そんなイツボの現在の二軍成績をある元プロ野球選手の高卒1年目の成績と比較してみます。238打数87安打打率3割6分6厘3本塁打16打点 OPS8 割8分3厘誰の成績かお分かりでしょうか。安打数世界記録を持っているあの世界のイチローの成績です。こう見るといつもの成績と酷似しているのがよく分かります。もちろんイチロー氏の方が打数が多いので一概に比べることはできませんが、もしこの状態を維持できるのであればイチロー氏に並ぶ打者になるのではないかと期待してしまいます。またイツボはトリプルスリーを目指したいとコメントしているので、2年連続でトリプルスリーを達成した山田哲人の高卒1年目の2軍成績と比較してみます。409打数106安打打率2割5分9厘5本塁打39打点 OPS6 割6分2厘これを見ると現在イツボが残している成績がいかに優れているかわかるかと思います。高卒1年目で2軍とはいえこれほどの活躍ができることは本当に素晴らしいです。もちろん調子には波があるので1年通して今の成績のままというのは難しいと思いますが、ウエスタンリーグが開幕して約1ヶ月が経つ現在にこれほどの成績を残せているというのは間違いなく飛び抜けた才能があるかと思います。イツボは天才的なミート力を持っています。まずは1軍でヒットを量産できる安打製造機になってほしいです。そしてホームランも量産できるような力がつけばトリプルスリーを狙えるようになるだけのポテンシャルも秘めています。今後の活躍に期待です。和田2軍監督のイツボの評価と育成方針。2軍での試合を経て和田2軍監督はイツボをこのように評価しています。イツボは追い込まれてからでも広角に打ち分けることができる、ファーストストライクからしっかり打つし、タイミングを合わせて芯で捉える、構えは独特だから内角がどうかなという印象はあるけど対応はできていると思う。このコメントからもイツボは積極性を持ち合わせていると同時に、追い込まれてからはセンターから逆方向を中心とした打撃も行える器用さを持っていることがわかります。こういった器用さが三振の少なさにもつながっているのでしょう。内角がどうかなとコメントしていますが、確かにインコースに苦手意識があるのかなというのは二軍戦を見てて感じます。インコースの速いストレートがどうしても詰まってしまいがちなので、そこに課題があるように思います。また和田二軍監督は打撃フォームには手を加えず経験を積ませる指導をしています。さらにイツボは3試合連続でスタメンで使わないことを方針としています。今は無理はさせられない、高校を出たばかりだからと2試合連続スタメンを上限として3試合目はベンチスタートと決めています。またスタメンの日も守備の負担が少ない DH を組み合わせているようです。打つだけの選手になってほしくない、いいスタートは切ったけどまだ体力も含めやるべきことはあると和田二軍監督。イツボは非凡な才能を持っているとはいえまだ高卒1年目、1軍で活躍し続けるための土台である体力作りや体作りを重視しているようです。イツボを1軍のライトで使ってみてもいいのでは。阪神の1軍の外野手はレフトはノイジー、センターは近本と固定することができています。しかし先ほど言ったように森下が1軍を抜けた今、ライトのポジションは固定することができておらず流動的になっています。4月23日時点、1軍で主に使われているのは井上、島田、板山です。しかしこれら3人も固定できるような活躍ができているかというとそうではありません。2軍で活躍している外野手が昇格して使われていくと予想されます。
現在2軍で活躍している外野手はいつぼ以外にもいます。小野寺段、前川右京、豊田博士などの若手が目立っています。もちろんこれらの選手もぜひ1軍で使ってほしいですが、いつぼも経験を積ませるという意味で一度使ってみてほしいです。いつぼは確かにまだ高卒1年目、今は体力、体作りが重要です。しかし高卒1年目から1軍の舞台を味わうという経験は間違いなく彼にとって大きな財産になります。今すぐというわけではありませんが、シーズンのどこかでいつぼが好調な時にぜひ1軍の試合を経験させてあげてほしいです。期待の新人ドラフト3位のいつぼひなせをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。2軍でここまで成績を出しているとなると、空いているライトに起用してみたくなりますね。若い選手が活躍するとチームに勢いがつきますね。あなたは空いているライトに誰を起用したら良いと思いますか？コメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。